チャオこんにちは、パスタマニアです。今日はね、ポルチーニキノコを使ったトマトソースベースのスパゲッティを作りたいと思います。これはシンプルなトマトソースのパスタですけども、やっぱりポルチーニキノコのいいお出汁と、あとはパンチェッタから出る油の旨味、これを最大限に生かそうと、で最後に食べる時に、ある秘策を授けます。では美味しくできるでしょうか。それでは最後までごゆっくりご覧ください。どうぞ。まずポルチーニキノコは1人前で 10g 使います。今日は熱湯で戻していますけれども、ぬるま湯で時間をかけて戻しても大丈夫です。戻す際のポイントはしっかりとつけること。真っ黒い出汁ができたら上々です。60分後に取り出したポルチーニキノコを細かく刻みます。これはフライパンで乾煎りいたします。だいたい15分ぐらい。ニンニクを潰します。パンチェッタ細かく刻んでいきます。ベーコンなどでも大丈夫です。今日はとても細かく刻みました。この油からいい出汁が出ます。乾煎りしたポルチーニキノコ、今度はオリーブオイルとニンニクでソテーしていきます。さっき刻んだパンチェッタも加えて炒めていきます。アンチョビのペーストをここで加えます。アンチョビペーストでなくても野菜のブイヨンの部分もいいと思います。フライパンの底にたくさん焦げがこびりついています。これを白ワインで溶かしていきます。フライパンの底をしっかり掃除しましょう。しっかりフランベしてアルコール分とブドウ酒も消していきます。ここにダイス状のトマト缶、今日はちょっと入れすぎましたけれども、加えて煮詰めていきます。パスタを茹でる鍋にお塩をたくさん投入します。 1.5% 程度の塩分量です。今日のパスタは 1.9 ミリのブロンズ仕上げのスパゲッティ 1.9 ミリです。ここにポルチーニの戻し汁を加えます。ポイントは最後まで入り切らないこと、砂が混じっていることがあります。フライパンに粉チーズもしくはパルミジャーノレッジャーノをすりおろしていきます。トマトソースがよりマイルドになっていきます。半分は取り除いてあります。ちょっと多すぎました。ここに茹で時間80分のところを8分で揚げたスパゲッティを加えて混ぜていきます。茹で汁を1杯加えます。しっかり混ぜ合わせていきます。
まだ少し硬い状態でお皿に盛り付けていくとちょうどいい感じです。お玉を使って盛り付けていきます。ブラックペッパーを引きます。さらにまたパルミジャーノレッチャーノチーズをすりおろします。完成しました。では食べていきましょう。ねっとり絡むトマトソース、ポルチーニの香りが秀逸です。こんな感じですね。黒胡椒もとても効いています。ピリッとしていい感じ。途中で味変したくなりました。これはバルサミコ酢です。6年熟成の天然物。これで少し甘みが加わってよりポルチーニの味わいが深くなります。今日も最後まで完食しました。はい、というわけで今日はポルチーニキノコのだしをたっぷり使ったトマトソースのスパゲッティでした。途中バルサミコ酢をねかけたんですけど、これがやっぱりねまた次の味になって美味しかったですね。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお目にかかりましょう。それではチャオチャオチベッティアーム、チャオチャオブナナッテ。いや、改めてポルチーニだけのパスタはうまい。しかもトマトソースにバルサミコ酢、もう最強ですね。